はいどうも、おっちゃんです。今日はね、5月2日ですね。5月2日の、盛岡戦、もうぜひね、スタジアム行きたかったんですけど、緊急事態宣言ということで、まあちょっと、ね、難しく自宅で飲みながら、完成しようかなと思っております。ちょっと今日大事な試合ですよね。やっぱ上位陣と戦って、そこに勝たないとなかなか上行けないと思うんでね、最悪でもやっぱり引き分けっておきたいなと思いますね。うん、まあ、今日気になるのは、ウェスリー選手ね、控えにも入ってなかったんでね、うん、その怪我の具合はちょっと心配ですよね。あとは、グスタボ選手が出るか出ないかね。グスタボ選手は結構楽しみですね。こんな感じでダラダラと飲んでいきたいと思います。よし、はい、じゃあいただきます。抹茶茶っすね。さつま揚げと黒豚ウインナーを買ってきました。なんかスーパーで簡単に買える鹿児島の食べ物と思ってね、買ってきたんですけど、ほとんどあれでしたね。さつま揚げはほぼほぼ仙台のやつでしたけど、まあまあいいやと思って買っちゃいました。であと黒豚ウインナーですね、うん、宮崎さんでした。ぜひ関東にどんどん進出してもらえたら嬉しいと思います。うわーっしゃー、もうね、ダメでしょう。いや、今のはダメでしょう。よっしゃ、このコーナーはなんとか、ショートコーナーな。これもダメでしょ。まあ結局なんかパス出すとこがなくて、苦し紛れにパスしたら相手に取られるみたいなのがな、もうずっと続いてるわけじゃないですか。まあどうもどうなんだろうなと思うけどな。毎回思うことですけどね、あの点はダメでしょう。なんかね、ちょっとね、物申したこといっぱいあるんですけどね、素人ながらにね、やらってさ、素人ながらに思うんですけど、まあ、明らかに目の前に相手選手がうじゃうじゃいるわけじゃないですか、そこに、ボールコロコロ転がして、どうなんですかねってずっと思いますけど、それもね、作戦なんですかね、やり続けるの大事だと思うんですけど、明らかに危ないじゃないですか。さすがにそこまでやる必要ないかなと思いますけどね。まあ後半期待したいですね。いや、にしてもな、どうなのよ。だから状況に合わせて、最終ラインから作っていく
あるいは前線に出すっていうのもね、絶対ありだと思うんですよ。なんか、なんだろうね。なんだろうね。なんでそこまでこだわらなきゃいけないのかよくわかんないんだよね。さつま揚げはうまい。危ないよ、これもうね。結局パス出す場所がなくて取られてるだけなんで、毎回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 さ、これさ、会社でこんなことやってたら怒れるよ、ほんとクビになるぜ。毎回毎回同じようなミスを犯してるわけだから、あの1点目はちょっとね、あれダメだと思いますよ、ほんとに。あの点の取られ方はもうずっと言われてるわけじゃないですか。最終ラインでプレッシャーかけられて点取られる、危ないシーンが多いってね、もうまんまですもんね。あの相手チームがうじゃうじゃいるのに、なんでコロコロやるのかな、これ意味が分かんないですけど、まあ公式ではね、それがいい、ね、そういうのを乗り越えてね、攻撃的サッカーというか、まあ鹿児島のね武器になるとは言っているんですけども、確かにそうかもしれないですけども、でも状況を見てやればいいと思うんですよ僕は、目の前にうじゃうじゃ相手チームの選手がいて、でパスを狙ってるわけじゃないですか。だったら長く出せばいいじゃないですか、シンプルに。それなんでやっちゃいけないのかがよくわからないですよね。でやっぱ長いパスもあるっていうのがあると、その前線でのプレッシャーも弱くなってくると思うんですよ。そんなことないですかね、ってすごく思うんですけど、まあ、普通にスポーツやった人たちだったら多分みんな思うと思うんですよ。そんなに一辺倒な、ね、こだわるのはいいけど、そんな一辺倒なことばっかりやっててもしょうがないでしょって。いやあの1点目はダメでしょ、本当に。でしかもこういうシーンがあるっていうのは分かってるわけだから、もともと。もう全然、だってもう2回あったんで、この前半だけでね。いやーもうちょっといい加減考えた方がいいと思うんですけどね。状況を見て前線に長いパスを出すっていうのね。で、僕、今週でも1回だけ行ったのかな、スタジアムに。で、見てたんですけど、ただここっていう場面で前線に走り出してる選手もいるんですよ。だけど、それでも、やっぱり最終ラインでパス出してね、それの言うところのちまちまやってる、そう相手チームの体力がなくなるとか、この間公式でも言ってましたけども、なんだけども結局鹿児島って、ね、今までの傾向からすると、鹿児島って後半で点取られるじゃないですか。鹿児島とか先に体力なくなってるわけですよ。だとしたら失敗なんですよね。それはぜひね、速攻とかカウンターとかも織り交ぜつつの最終ラインからのビルドアップというものをね、やってもらえたら嬉しいなと思うんですけどね、まあ、なかなかね、そうもいかない感じみたいですけれども、いやにしても1点目はないわ、本当に。分かってることだからね、あれがリスクだっていうことが。いや、本当に、なんだろう、なんか会社でもいいし、まあ、組織でもそうなんですけど、いやまたかっていうミスをやってるわけで、それはもうダメよ、本当にと思いますけどね。みんなどう考えてるんですかね、分かんないですけど、1回や2回じゃないんでね、目はあれはないわ、本当にないわ。だからもう泣けてきちゃった、なんかさ、いつまで同じこと繰り返すんだろう。どう考えてもね、同じミス繰り返してるわけだから、でその具体的に何をどうすればいいか分かんないですけれども、だけどあまりにも同じこと繰り返しすぎじゃないかなという気はしますよね。そういうことよっしゃ、それだ、俺の言う通りだ、バカ野郎よし、いいぞ、中原シュート。それそれ、泥臭いの、それそれ、もう引き分けていいよ今日は。いやー、よかったよかった、いいぞいいぞいいぞ。
僕来た。スタブ来た。放り込めっちゅうに。放り込めっちゅうに。そうだそうそうそう、それそれ。いけ、おい、撃て撃て撃って。マジ集中よし、マジ集中。よし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 、まだだま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 だ、うおなんか失点を繰り返してんだって感じ、ね、むしろああいう攻撃パターンをやるのでやりたいのであれば、ああいうリスクでも当然あるわけで、なんかそれに対して対応してないというか、うん、なんだろうな、うん、やっぱ1点目だな、1点目は納得できないな、なんか腹が立ってしょうがないわ。相手が前のめりになってる時もこの辺にパス出すじゃないですか、しかもしのぎ切ってこの辺にパスするじゃないですか、せっかくしのぎ切ったのにこの辺にパスじゃないですか。で、まあ、前相手が前のめりになってるんだったらカウントを狙えばいいと思うんですけどね、その辺どうなんですかね。そういうのもありつつ、最初ラインからビルドアップしていくっていうのもありつつで初めて成立すると思うんですけども、皆さんどう思うでしょうかという感じでございますよね。いや1点目はダメでしょ本当に。あの作戦を取ってて、ああいう戦略をしてて、あの失点の仕方はダメでしょうね。うん、本当に思いますから。素人ながらにもそう思いますけど。まあ、事実ね。事実ね。うん、事実ね。まあ、頑張ってもらいたいです、また。事実なんだっけ。いや、もう、わけがありました。いや、悲しいね。いや、本当に悲しいわ。なんか、どんだけ同じミスしてんだって感じでさ。まあ、5月15日、藤枝戦という感じになります。はい、いやしかし残念だな、なんか1点目は本当に残念というかね、その点取られて残念じゃなくて、いや残念だよね、いつまで同じことやってんのって感じですよ。うん、うちの社員だったらもうすごくクビですよ、こんな何回も同じことやってんのって。社員はいませんけどね、何しろ無職なんで。うちの連れの出身地である滋賀県の、ね、サッカーチーム、なんですけども、ここで、ね、こちらの方ね、試合ありませんでした。実はね、5月15日、くしくも、鹿児島ユナイテッドと同じ日になりますので、こちらの方もね、ちょっとね注目してみたいなと思っております。うん、やっぱね、応援してもらってる方には応援したいなと思いますんで、ぜひ頑張ってください。